ヌールバヌの葬儀ヌールバーヌー、またはヌールバーヌーはオスマン帝国皇帝セリム二世の派席。村と三世の母。元の名はチェチーリア・ベニエル・バッフォーといい、ユダヤ系ベネツヤア貴族の女性である。おじはベネツヤア共和国の元首を務めたセバスティアーノ・ベニエル。1537年、彼女は英華界のパロス島でオスマン帝国に捕らわれ、イスタンブールへ送られて、 奴隷として、スルタンの高級に入った。なお、ヌールバーヌート改めた彼女は、セリム二世紀の長愛を受け、ミコムラトを生んだ。1574年、セリムが死ぬと、彼女はその州外に漏らさないよう棺をヒムロに隠させた。遠く、アナトリア半島のマニサで知事を務める息子ムラトが、首都に到着するまで、時間を稼いだのだった。ムラトが即位したのは、 一の死後12日後だった。ヌール・バーヌーは、高級の実験を握ったのみならず、大最小をコるル,ル・メフメト・パシャと協力し皇帝の摂政として政治を高級から動かした。彼女は、ハレム女性の最高位である、バリデスルタンの称号を得た初めての女性だった。摂政であった1574年から1583年まで、ヌール・バーヌーは、 カトリーヌ・ドメディシスやエリザベス・イッセイラと協力関係を結び、親ベネツィア共和国の強力な同盟を築いた。このため、ベネツィアと敵対するジェノバ共和国に非常に憎まれるようになった。彼女は1587年に不可解な死を遂げるが、ジェノバの送り込んだ暗殺者により毒殺されたと言われる。ありがとうございます。